TBS ドラマプロデューサーの過激発言が物議を醸す元キング・フィンスメンバーへの非難と過去の炎上事件を追う。芸能界におけるトピックスの一つとして TBS ドラマプロデューサーである上田博樹氏の過激な発言が注目を浴びています。 特に、元キング・アンド・スメンバーである岸優太と平野紫耀、神宮寺優太の3人が新グループ、ナンバー・ I を結成する発表後、上田氏が自身の SNS アカウントで行ったコメントが物議を醸しています。この発言が元スマップメンバーに対する以前の炎上事件とどのように結びついているのか、詳しく見ていきましょう。TBS ドラマプロデューサーの過激発言。 10月15日、滝沢秀明氏が設立した芸能事務所、とべ、が、元キング・クンス騎士ユータの介入を発表しました。その際、騎士ユータ以外にも平野市用と神宮寺ユータの3人が新グループ、ナンバー・アイ、を結成することが発表され、注目を集めました。 しかし、その後、TBS ドラマプロデューサーである上田博樹氏が自身の SNS アカウントで過激なコメントを投稿し、特に平野耀を含む元キング・アンンスメンバーに対して辛辣な言葉を使ったことが話題となりました。亀田氏は、まあ、人それぞれ、都市会ようがない。是非もない。 ただ、俺は連会藩、現在のキング・アンド・ピンスメンバーがセレン高橋山ファンの略称を一手道を踏み外すと顔つき変わる R 元仲間が困っている時に、背中から切りつける真似は、僕は好きじゃない、といった発言を行いました。これに対して、平野紫耀のファンからは、小さいし、想像力のかけらもないですね。双方に失礼です。 といった悲惨的なコメントが寄せられ、亀田氏はタイミングは他にあっただろうと、僕個人は思いますけどね。他の方法もあった。自由はあるが、配慮のかけらもなかったよね、と返信しました。 この発言により、ネット上では、それぞれの道を選んだことが、なぜ背中から切りつけるになるのか、この発言は、三人がかわいそうすぎる、配慮のかけらもないのは、こんなことを、X、アカウントで書く人の方ではといった議論が巻き起こり、上田氏に対する批判が広がっています。過去の炎上事件、元スマップメンバーに対する発言。 上田広樹氏の過激な発言は今回が初めてではありません。2017年には、ジャニーズ事務所を退所した元 SMAP メンバーである香取慎吾、稲垣五郎、草豪の3人が、アビーマ TV を運営するサイバーレージェント藤田新社長との乾杯写真を SNS に投稿した際、亀田氏が批判的なコメントを行ったことがあります。 上田氏は当時のツイッターで谷町と桁違いの会食をしているのを SNS で発信しちゃうのはさすがにリスクが高すぎる気がする。それも含めて本音なのかな。ちょっと心配といった発言をしました。このコメントに対してはスマップファンから谷町って言い方が失礼すぎる。残念な人といった批判が殺到し、その後上田氏は当がツイートを削除しました。 これらの発言からもわかるように、亀田氏は過去にも芸能界で物議を醸すコメントを行っており、今回の元キング・アンスメンバーに対する発言がその流れを引き継いでいることが考えられます。TBS ドラマプロデューサーである上田博樹氏の過激な発言が再び注目を浴びました。 元キング・プスメンバーへの批判的なコメントは、ファンやネットユーザーからの非難を浴び、過去の元スマップメンバーに対する発言とも連動して議論を読んでいます。一連の出来事から見えてくるのは、プロデューサーとしての立場を考慮した言動が求められる中で、髪出しがそのラインを越えてしまった可能性があると言えるでしょう。 今後、この発言が TBS ドラマ制作にどのような影響を与えるか、そして上田氏自身がどのような対応をするのか、注目が集まります。